はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、靴沢でございます。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。日本政府が本気出しました。安倍総理国葬に伴い26、27、28日の3日間、会場の武道館から半径 46km の範囲で飛行制限と発表。もちろん自衛隊機や救艦とか医療ヘリとかは大丈夫なんですけれども、あとはほぼ許可が下りないと。 46km って何 km だよ、46km か、なんていう話なんですけれどもね。ネットの反応です。外国の要人もいっぱい来るし、そんなもんやろ。なんか飛んでたら海外なら迎撃も辞さない。自家用飛行機持ってる人は警戒対象かな。マスゴミの取材ヘリも飛行禁止かな。八王子でラジコン飛ばすのもアウトやな。絶対にドローン飛ばして逮捕されるバカが出てくるというですね。半径 46km はこのぐらいであります。埼玉市、千葉市、横浜市も飲み込んでですね、東京がっていうより首都圏がすっぽりであります。どこ、東京でどこが範囲じゃないかっていうと、まあ、奥多摩町ぐらいしか外れておりません。あと八王子もすっぽり入っちゃってる。昨日警察庁長官が辞任、奈良県警本部長が辞職と、荒れてますからね。ニュースありまして、警視庁の関係者もピリピリしております。ちょっと話してきたんですけれども、つい最近ね、一般の方向けに献花台作るって話があって、いやーどうなるんでしょうか、なんて話しておりました。花束の中に爆弾とか隠されたらどうしようとかですね、献花台に車で突っ込むバカが出てくるんじゃないかなどなど、心配は尽きない模様であります。マクロン、モディ、カマラ副大統領の現職やオバマ、メルケルなどの元職も来るし、何かあったら国辱ですし、警視庁の直接の関係者は大変でしょうね。その方も関係あるんですけれども、多分靖国通りの北の丸公園あたりから封鎖されるんじゃないでしょうか。当日は北の丸公園も立ち入り禁止になるんじゃないでしょうか。皇居から、九段下や市ヶ谷なんかの駅にもですね、わんさかわんさか警官立ってそうだな。まあ警備の邪魔になる、迷惑になるんで行きませんけど、見には行きませんけどね。したらですね、なんか全然政党要件満たしてないのに公党だって名乗ってるバカ団体なんですけれども、9月24日厳戒態勢の都内の新宿で国葬反対デモやんだって。国葬反対デモをやるにもかかわらず、唯一の日本人のための政党とか名乗ってて、敵いっぱい作ってて、まあおにぎりさんとか吉川明美さんとか逃げ出すようなバカ団体なんですけれども、多分今残ってるのもバカしかいねえし、支持者にもバカしか残ってないんだろうな。実は松戸支部長、元そこの党員でお金払ってて、しばらく前にですね、これは違うなということで抜けてね、松戸支部長に立候補してくれたんですけれども、国葬反対員ってやってること左翼と一緒じゃねえか、なんだろうねバカ団体ね笑っちゃうんですけれども、統一教会、うちと関係があったマスコミを発表しますって予告しておりましたけれども、第1弾かどうか分かりませんけれども、女性信徒がボランティアスタッフとして7年間にもわたって関わり、番組ボランティアをまとめる中心的な立場で活躍しました24時間テレビ日テレ、統一教会とちゃんと名乗ってました。
世界キリスト教統一神霊教会、って書いてありますね、テロップにね。まあこれ、あの協力してくれた皆さんみたいな、ことでテロップ24時間テレビに流したんですけどね、報道機関による過熱報道に対して当法人は再度事実に基づいた報道と憶測に基づく変更報道の停止を強く要求しますと、まああのこうじゃないかああじゃないかなんつって、証拠もねえのに言われてるってことかな、つまりテレビでうちを叩くのやめろと、これまたヤクザみたいに脅迫しておりますけれども、ネットの反応です。よし潰しやれ、これもほんのジャブ、宗教くせえ気持ち悪い番組だもんな。24時間テレビもついに終焉か、ツボは地球を救うちょっと待て、そのボランティアはツボ教会、無給で使えるスタッフなんてそもそも怪しいんだよ、信者はタダでこき使って芸能人は高額ギャラをもらうと、テレビが関わってるなら新聞にも関わってるだろうな、統一がバラすって言ってたのが早速始まったのか、日テレ統一と知らなかったのから政府、テロップがっつり出してるやーんって名乗ってね、24時間テレビの建前はボランティアで成り立つチャリティー番組ですから、建前ね、これ致命傷じゃねえの、建前であんな綺麗事言ってんだから議員の選挙に押しかけて無料でポスター貼りとかやるとかそれよりも重大な問題じゃないの、だってあのボランティアの存在が番組の重要な位置を占めるんだからさ、議員の選挙なんかよりもね、日テレは説明責任を果たすべきだよ、日頃散々これで他者を叩いてんだから、特に自民党議員ね、これは叩くのやめろっていう統一教会による脅しですね、やめないともっとすごいの出すよっていうですね、統一自体にメリットはないが、そこはそれ、あの脊髄反射で口答えなのかな、黙ってると負けとみなされる、政党っていうバカ裁判の文化ありますもんね、統一がというよりテレビ局自体が巨大な害悪だしね、統一よりもテレビ局の方が害大きいと思いますよ私は、頭の緩い人が騙されるけど、ちょっと普通な考えの人は騙されないんだからさ、一般人は無関係なんだから、あのスパイ防止法と同じで、統一よりテレビの方が影響大だし凶悪でしょ、他の局他の番組にもツボランティアツボンサーいるでしょこれ、40年やってても全く地球を救えない宗教くせ偽善番組もうあのやめたら、愛じゃ地球は救えないってもう十分証明しただろお前ら、あ40年もやっててさ、こういうのはあの偽善の押し売り感動ポルノって言うらしいですね、この番組自体宗教くせえし、同じ日テレ昼の情報番組ミヤネ屋で今日のミヤネ屋でこの話題ガン無視したそうであります、やっぱりな、ここであの正直にですねこれこれこういうわけでうちの局がみたいな、ことをやって、襟を正すような組織だったらここまで我々に嫌われ憎まれ嫌がられてないですもんね、納得。まああのテレビ局は、事情なんかしねえから自ら清めるなんてことできねえからだん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 干上がってく沼の真ん中でゲロ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 こいつたらいいんじゃねえの、完全に水がなくなるまでね。富士の昼の番組ポップアップ視聴率低迷により年内で打ち切り決定。昼の番組、富士の昼の番組したらいいと思うとか良かった時もあったのにね、この落ちぶれを連日 1% 台しか見てもらえないんだって、もうざまーすね、ネットの反応です。何やってるかわからん番組だし仕方がない、もうずっとドラマの再放送でもやっとけ、他局と同じことやってたら勝てんでしょ、昼ドラ復活させてみれば、時代劇再放送で俺は見ないけど他局だって視聴率悪いだろう、テレビがオワコンなんだよ、いよいよ高齢者向けの通販2時間番組とかになるんじゃね、っていうですね、散々バカにされてましたけど、いいともは安定して
10% 以上取れてたのにね、惨めです、惨めすぎるかもしれません、落ちぶれやがってざま、富士でもやられた時に真剣に反省したらこんなに落ちぶれなかったんじゃないですかね。まあ、 NHK のせいでテレビ持たない、売れないから他局も苦戦してんですけどね、テレビ見てるとバカになるよって言ってた親が今そうなってて悲しい、っていうですね書き込み、見ました。これが忘れられないですね私。下手すとですね、まあ、高齢者の皆さん、高齢者のあのひどい方、起きてる時間ずっとテレビ見てんもんね、すげえわなー、まあ見るまでもなく鳴らしてるっていうのかな、ラジオ感覚でね。テレビが売れないのは全世界的現象のようで、サムスン、LG が共にテレビ売れねえって嘆いているって記事ですね。ネットの話、みんなテレビ見ないからね。テレビ離れは NHK のせいだぞ。それまあ日本に限るだな。大型化してるから売れなくなってるとは考えられないのかね。大型化して、まあ4畳半に50型とか、なんぼなんでもでかすぎますよね。高級路線ってかつての日本企業なんだよ。結局ほどほどの性能と価格の比例に負けるんだわ。まあ価格と性能ほどほどでいい、負けるんだわ。無駄な機能をつけて高くしました。大型テレビも行き渡れば終わり、テレビの時代が終わったんだし、韓国製は何があっても買わないが、テレビが売れないんじゃなくて韓国製が売れないだけでは、日本でテレビが売れないのはNHK のせいだよ。まあ買えば食っからね。記事、世界のテレビ市場が急激に萎縮しておりって書いてありました。そっか、いいことだ。みんなね、あのテレビの前でスマホいじっててラジオのような扱いになってるらしいですね。一般家庭でも、私もあのツベとアマプラと D アニメが全然見切れてないし、テレビいらんし、特にアマプラが全然見切れてないな。D アニメはお世話になっておりますけれども、パソコンで動画見れない9割の一般高齢者がテレビ局を支えていくんじゃないですかね。で、あのパソコン持ってて動画見れる、私の動画見れるなんて、あのエリート高齢者さん、たちは 11% しかいねえって話ですんで、まあまあ、 あの9割の高齢者に支えられていくんじゃないですかね。いつまで続くかわかんないけどね。今の50代が70代になった時にね、今の70代ぐらいテレビ見るかっつうと見ないでしょ。見る習慣ないもん。時代の流れだ、諦める。あと日本企業はですね、サムスンや LG にテレビの部品輸出すんだよ。竹島侵略してる敵国なんだからさ、そこの企業を儲けさせてどうすんだよ、っていう話ですね。自分も売れてよかったなんて思うかもしれないですけれども、それでね、あの日本企業のパクリの、テレビを安く売られちゃって日本のテレビ売れなくなっちゃったら元も子もねえべって話なんですよね。どっか間違ってるよな。三菱自動車なんかもヒュンダイにエンジンなんか輸出しちゃってますけれども、それやめろって、そしたらヒュンダイ車1台も作れねえくなんだから、あ、いいじゃんかそれで。でね、あのヒュンダイに安売り車売られちゃうと自分とこの車も売れなくなっちゃうんだから、あのエンジン輸出すんのやめろって。あのヒュンダイ、ヒュンダイ自体ではエンジン作れねえんだからさ。これであのヒュンダイも何もかも干上がるでしょ、すぐに。日本企業が取引やめれば生きるのに止まるでしょ。竹島侵略してる敵国なんだから、そこら辺考えろって話であります。というわけで、どういうわけで、メール党員様大募集、地区支部長様大募集、あとはあの草加市のポスティングボランティア様、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。